こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、日本の奴隷制度について解説していくぜ。古代から人類は奴隷制を敷いて、身分の低いものを支配するという、社会的な制度を確立していたようだけど、その原点は一体いつ頃なんだろう？ルーツはすでに紀元前には存在している。地域や時代によって奴隷制は変化しているけど、主に生産能力を補填するための労働材料として、身分が低い人々は活躍してきたんだぜ。もっと詳しく知りたいよ。この動画を見ると、世界中にあまねく奴隷の歴史の中でも、割と変化に富んだ日本の奴隷の扱いについてがわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってね。世界中で人間たちが当たり前に取引されていた。もともと奴隷というのは、人やマイクラで取引されるような安価な労働源だった。だから、例えば古代エジプトなどでは、ピラミッドの建造のために多くの奴隷が徴用されたと伝わっているぜ。人やマイクラだなんて、一体どんな扱いを受けていたんだろう。実は今のイメージで言う奴隷とはかなり異なっていて、なんとシフト労が存在し、酷使しないように割と丁寧に扱っていたとされているんだ。さらに奴隷たちにも、ある程度の自由が与えられていて、非番であっても牢獄に押し込めるほどの雑な扱いはされない場合もあった。もちろん、奴隷の質や人種によって異なる部分ではあったようだけどな。それは意外だね。だけど時代が下がるごとに徐々に奴隷は現代の不遇なイメージで想像される通りの扱いとなり、誘拐された者や親兄弟に見限られた者、借金を返せなかった人間などが占めることになっていった。とりわけ戦争に負けた敗戦国の人間は大量に奴隷にされたというのは世界的な通例だぜ。奴隷イコール悲しい羊を持つ者たちという認識で見ても、それが間違いではなくなっていったわけだね。また、奴隷を自国で賄うのが困難な国に対しては、奴隷貿易という形で金銭や資源と引き換えに奴隷を流通させる国も登場した。有名なのが15世紀から19世紀まで続いた大西洋奴隷貿易で、日本を取り巻く国々や日本そのものも、このような奴隷貿易に手を染め、自国民を輸出したという経緯も存在しているぜ。日本の奴隷たち。日本において、奴隷は古くから存在していた。わかっている限りでも、縄文時代には、すでに奴隷の原型が誕生しているぜ。わぁ、そんなに昔からあったんだ。だけど日本では奴隷という呼び方は使われていなくて、主と呼ばれて扱われてきた。この主という呼び方は明治時代以降に、海外から奴隷というワードが流入した際に消失しているけど、それまでは長い年月をかけて使われていたんだぜ。それじゃあ、日本では多くの年代で主という言葉が浸透していたわけなんだね。日本の奴隷たちの歴史について、時系列順にその変遷を振り返っていこう。まずは縄文時代。紀元前3世紀から5世紀頃というかなり古い時代だ。有名な火炎型土器などが作られた頃だね。まだ人々は石器を使って狩りをしたり、闘争に明け暮れたり、縦穴の住居に住んでいた時代だ。農耕は終盤になってやっと浸透していったけど、縄文時代全体を俯瞰すると、やはり狩猟民族としての印象が強い時期だったぜ。そんな時代にすでに奴隷が存在していたのね。研究者たちはそう考えているけど、資料において初めて奴隷の存在が示唆されるのは、その次の弥生時代なんだ。紀元前5世紀から紀元後3世紀の中頃までを指すこの時代には、すでに水耕が盛んとなっていたけど、この時期になって大陸や朝鮮半島からやってきた人々が水耕のノウハウを提供したとされている。ちなみに、現代では人間たちを奴隷にしたかのように、海外宿お世話をさせるペットの代名詞、猫は、この頃に大陸から持ち込まれたと考えられているそうだ。つまり日本人は、この弥生時代には猫に従う運命が決定づけられたとも言えるね。さらにこの頃には、日本から大陸に対して奴隷160人を渡らせたとの資料も存在している。これが西暦107年のこと。この頃にはまだ天皇はいなくて元号も存在していないから、かなり古い時代の話になるぜ。天皇制が成り立つ前からすでに奴隷の流通を開始していたなんて驚きだよ。3世紀から7世紀にかけては、古墳時代に差し掛かる。この頃には日本に大和王権という国家集合体が誕生し、日本を統べる王が誕生したぜ。ふむふむ、大和王権は4世紀頃には朝鮮半島に攻め入り、新羅や百済を攻撃し、支配下に加えた。でもすでに強大な国家を樹立させていた大陸には、力押しではなく外交で接する姿勢を見せている。その外交により、とうとう大陸から日本に漢字がもたらされたんだぜ。なるほどね。そしてこの大和王権下で、従来存在した奴隷たちの立場に区分けがもたらされた。それが、米民制だ。
大和王権への従属や奉仕に関わる体制の整理のために、ベミン姓は使われることになったんだぜ。ベミン姓が廃れて以降の古代日本では、さらに奴隷を区分する言葉というものが使われることになった。それが、五色の線だ。文字通り、この頃の日本で確認されていた先民を5種類に分けたものだね。高貴な立場の人々の要望を守る良子。元は官だったものの犯罪や反落などによって、線に落とされた官子。勢力が衰退した元氏族の末裔、家人。朝廷が直接所有する奴隷、具主。豪族が所有していた死主。この5つに大別されているぜ。その奴隷はどんな立場だったのかしら。いずれもそれぞれの所有者によって管理されていて、逃亡は禁止。扱いは劣悪で、人身売買の対象にされていたようだ。ただ、中には76歳まで長生きすれば、先民ではなく普通の民に位が上がる制度も導入されていた線もあったようだぜ。とはいえ、そうそう76歳まで長生きできるような時代ではなかっただろうけどね。他にも、先民であっても主の了承を得ることさえできれば、出家して仏教に帰依することも可能だった。おそらく曹洞宗君に気に入られていなければ難しかっただろうけど、先民であっても一時的に従属支配から逃れる術はあったようだぜ。そっか。五色の線は、飛鳥時代頃に制定された奴隷制度となる。この頃の日本は、大陸の律令制度を真似た独自の制度が浸透していたけど、全人口のおよそ 5% はいわゆる奴隷、五色の線とみなされていたそうだ。決して多い数ではないものの、かといって少ないわけでもないよね。そんな五色の線たちは、自分を管理する上位存在の下働きを余儀なくされていた。しかも奴隷だから、当然まともな扱いはされないことがほとんど。裁判沙汰にでも巻き込まれると、大抵は主たちが不当な処分を受ける羽目になっていたようだ。自分たちよりも身分が上の人間に、いくら貸しや落ち度があろうとも、先民たちに逆転する機会はなかったということだね。具主と死主は、どちらも有力者の個人的な所有奴隷たちだ。これらの主は人身売買の対象だったから、朝廷や豪族は自分たちの私腹を肥やすために奴隷を流通経路に乗せたり、大陸に献上するなどしていたようだぜ。非人道的な扱いを行っていたのね。ただし平安時代に入るとこの二つの先民制度は形骸化していったようで、いくつかの律令制度の終焉とともにその数自体は減っていくことになった。ちなみに五色の線はこの当時の百姓のおよそ三分の一を占める割合だったようだけど、農耕に従事する場合には自分たちが食べる分の田んぼである区分田も支給されている。農耕には従事しなければならないものの、収穫したすべての米を納めるのではなく、自分たちのための田んぼで作った米は自分たちで消費してよいという許諾は得られていたようだぜ。平安時代も終盤に差し掛かると、世は乱れ、戦乱の機運が高まった。そうなると社会秩序も徐々に崩壊していくことになって、人身売買も横行することになったんだ。そんな状況に追い打ちをかけるように、たびたび発生したのが飢饉なんだよね。日照りや長雨によって農耕地が壊滅し、食べるものがなくなると各地で餓死者が続出。先民の中にも食うに困る層が出てしまって、それ以外の民にとっても死活問題だ。そうなると、生きるために人身売買の対象になるものも出てしまうのよね。これは、奴隷となれば最低限の食料にはありつけるだろうという算段によるものだ。食うに困ると、いつの時代も人は思いもよらない行動に出るものだ。まして土地が乱れ、納めるべき領主もろくにいないような地域で暮らす人々にとっては、このような自活は必須の努力だった。餓死をしないために奴隷になる。これによって、少なくとも当面は飢饉の恐怖から免れることができた民もいたんだぜ。そうか。鎌倉時代には、飢饉の際に大量の身売り発生。鎌倉時代には何度も飢饉が訪れているけど、1230年から向こう1年にかけては、乾季の飢饉が発生している。これは、鎌倉時代最大規模の大飢饉となるぜ。どれだけの被害があったのかな。多くの人々が食べるものも食べられない状況に困窮し、自ら奴隷になったり、あるいは自分の妻子を奴隷商人に売り渡すなどの動きを見せたと伝わっている。家長が家族を奴隷として売り払い、わずかな金銭を元手に食い繋いでいたんだぜ。とんでもなく恐ろしい時代だよ。もちろん、こういった事例が常態化すると、労働力が根こそぎ奴隷になって消えてしまうから、幕府としては認められるものではない。そこで鎌倉幕府は、人身売買の禁止令を発布することになったんだ。そうは言っても、飢饉発生時は、領民たちも生きるために必死だよね。だから幕府も基本的に人身売買は禁止ながらも、飢饉の場合だけは例外として容認するほかなかったそうだ。
幕府のお触れも実際に飢える人々に対しては、馬の耳に念仏だったわけだね。鎌倉時代以上に血で血を洗う乱世となった戦国時代では、合戦で勝利をした者たちが近隣の村々に押し寄せ、略奪の限りを尽くす乱暴取りが横行することになった。この乱暴取りでは金銭や食料の収奪はもちろん、女性への性的暴行も行われ、さらには奴隷として村人を連れ去る者も続出することになってしまったぜ。そんなことがまかり通っていたの？規律を重んじる一部の武将や大名はもちろんこれを禁じていたけど、そうではない者の元で戦った者たちは歯止めが効かない状態で乱暴取りに明け暮れていた。中にはこれによって獲得した奴隷を売買するなどして私腹を肥やす者もいたとされているぜ。もう何でもありのような状況だね。このような蛮行に走る者が多かった要因の一つに、戦場で活躍する兵士の末端には農民が多く、食料や労働力としての奴隷の確保にメリットを多く感じていたことが指摘されている。ただで戦利品のように労働力を手に入れることが可能になる乱暴取りは、まさに願ったり叶ったりのボーナスステージだったようだぜ。なんてこと。そもそも古代日本でもすでに大和王権は大陸に対して奴隷を提供するなどしていたけど、やがては大陸だけにとどまらない奴隷の流通にも手を染めるようになっていったんだ。ほうほう。1514年には日本と中国、そしてマラッカ間で貿易がスタート。この際に、日本人奴隷は東南アジアなどに輸出されるようになった。一体誰がそんなことを？これを仲介していたのは、ポルトガルの商人たちだ。ポルトガル人による日本人奴隷の売買は数十年続いたんだけど、やがてキリスト教の宣教師たちはこの人身売買はイエズス会の布教の妨害にあたるとして、ポルトガル国王に奴隷貿易の禁止を訴えるようになっていった。実際にどの程度の数の日本人が商品として出荷されたかは判然としないけど、そこまで大規模な流通ではなかったようだぜ。それでもひどいね。イエズス会としては概ね奴隷売買の事実がイエズス会の布教にも悪影響を与えると危惧していたわけだけど、全員が一枚岩でそう感じていたわけでもなかったんだ。どういうこと？1587年には、当時関白だった豊臣秀吉が、キリスト教の布教と貿易についての厳しい制限措置として、バテレン追放令を発令している。この原動力となったのが、日本人奴隷の存在だ。九州を平定する大きな合戦を終えた秀吉は、天台宗関係者から、長崎はイエズス会の実質的な領土と化し、今や要塞となっていると知らされたんだ。ふむふむ、さらに一部の教会関係者の主導で奴隷として日本人が連れ去られた、という情報も把握。これに激怒した秀吉は実際にイエズス会幹部に質問を行い、事実と認識、バテレン追放令の発布に至ったんだぜ。日本人奴隷の出荷に対して憤慨した秀吉だけど、一方で海外からの奴隷を輸入させることについては、彼は特に問題視しないというダブルスタンダードな側面も見せている。その最たる例が、文禄慶長の役だ。それはどんな行動なのかしら？秀吉の主導で突然実行に移された、朝鮮半島への侵略行動だ。二度に分けて行われた、1592年からの侵略戦争だけど、この戦いは終始日本軍が優勢で、秀吉が侵略戦争継続中に死没したことで撤収するまで、朝鮮半島を蹂躙し大陸にも脅威を与えた。そんな文禄慶長の役では、支配地とした数々の土地から、職人などが日本に奴隷として連れ去られている。それで、どうなったの？朝鮮人奴隷は主に九州の諸大名がこぞって支配下に置き、それぞれの領土で生活させ、職人には独自の文化を日本に伝えるように要請し、それ以外は農奴としてこき使ったとされている。熊本城を築城したことで知られる加藤清正も、事業にて朝鮮人奴隷を保有していた。でもある朝鮮人はその後清正の家臣として取り立てられていて、あまり差別も受けることなく働く機会を得たようだ。何か理由があったのかな？清正はそもそも尾張出身で九州の諸大名は気風も異なり、領民に接する姿勢も穏やかな大名だったので、おそらく朝鮮人奴隷にも似たような対応をしていたのだろう。その結果、この朝鮮人家臣は清正が50歳で逝去した際、清正から禁じられていた後追いの自害を強行。一度は家族に見つかって失敗しているけど、周囲の目を盗み、二度目の挑戦でとうとう亡くなっているぜ。慕っていたんだね。太平の江戸時代では、人身売買は禁じられることに。ただし方向と名を変えて系譜は存続。江戸時代に入ると徳川幕府が日本全土を掌握し、270年近くにもわたり大きな合戦が発生しない未曾有の太平記が訪れた。そんな時代であっても、奴隷はいなくなることはなかったぜ。
主の呼び名があまり飛び交うことのない時代になっても、呼び方を変えて奴隷制度は存続していたのね。一応、幕府は1616年に人身売買の禁止を明言している。さらに翌年には12か条にも及ぶ人身売買禁止令を大々的に発布。繰り返しもう奴隷の流通はやめましょうと訴えるようになっていた。ただ、実際には奴隷のような扱いを受ける人々、下人が存在していたんだぜ。いわゆる奉公人と呼ばれる人たちだね。奉公人は実質的な人身売買によってやり取りされていたので、奴隷制度そのものだ。中には代々の奉公が義務付けられた、永代身売り奴隷のような奉公人もいたほどで、奉公イコール奴隷の図式が、そっくり当てはまることになっていたんだぜ。借金の担保として奉公に出される農村出身の人もいたわけだしね。本当に主と呼ばれていた人たちが、奉公人と称されて若干マイルドな印象になった、というだけのことだ。呼び名だけ変わって実質的な労働内容は全く変わらない肩書きマジック。それと同じことが、江戸時代にも存在していたんだぜ。悲しいかな。性的奴隷は、近代に入っても需要が途切れることはなかった。それは現在の風俗界隈を俯瞰しても一目瞭然なんだけど、19世紀の終わり頃になると九州では、からゆきさんと呼ばれる女性たちが発生するようになったんだ。からゆきさんって？からゆきにかけた呼び名で、意味するところは当然、外国に渡った遊女たちのこと。この頃の日本では、一般市民が出島や外国人の住む領土に足を踏み入れることは制限されていたけど、近隣の遊郭に住む女性たちは別だったんだ。だから遊女たちはからゆきさんと呼ばれるようになったのね。江戸時代の終盤あたりではすでに、外国人の貿易業者が是減も兼ねた動きをしていて、からゆきさんたちの何割かは、売春婦として海外に売られることになった。現在でも悪徳な仲介業者が SNS で仕事を探している風俗嬢に接近し、海外で仕事をするように斡旋しているけど、あの一連の流れ自体はかなり以前からフォーマットが作られていたということになるわけなんだぜ。なくならないんだね。今回は日本における奴隷の歴史を紀元前から振り返ってきた。奴隷というものは当初、国家という強大な存在がその手綱を握って管理していたものだったんだけど、徐々に管理者は細分化され、土地の領主や武家、貴族、さらにはもっと低い身分の町人などに至るようになっていったんだぜ。今の時代の観点で見れば、人権を侵害しているような制度ではあるけど、時代が変われば価値観もまた違ってしまうものだしね。飢饉や貧困などによって、奴隷の売買が活性化するような時代も過去にあったわけだから、当事者でもない私たちが一概に当時の価値観を否定しても仕方がない。こういった扱いを受ける人がかつて公然と存在していた、ということを知っておくだけでも良いだろう。現在も公にはされていないだけで、奴隷制の延長線上にあるかのような実質的な身分差別は健在だけどね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。